マウンテンバイクレースマウンテンバイクを使用し、山間部の三保走路などで行われるのがマウンテンバイクレースである。1990年にクロスカントリーの世界選手権が初開催され、1992年にダウンヒルが加えられた。1996年のアトランタオリンピックからクロスカントリーが公式種目となっている。レースの種類として代表的なものは以下のようなものである。 クロスカントリーのコース周回コースを一定距離走りゴール順を競う競技。1996年のアトランタオリンピックから正式競技となったオリンピック用に定められた競技形態で現在のクロスカントリーの公式競技はこれに準拠して開催されている。一周4から6キロメートルの周回路を使いエリートカテゴリーで1時間30分から1時間45分の 競技時間と定められている。コースには2カ所以上のフィード、テクニカルアシスタンスゾーンが設けられる。マラソンクロス、クロスマウンテンとも、60km から 120km の非常に長いオフロードコースを走破する競技。日本では、セルフディスカバリーアドベンチャー、大滝村が有名、クロスカントリーエリミネーター、下りコースで構成される、デュアルスラローム、デュアル 4X に対して、 上りを含めたコースで競われるのが、クロスカントリーエリミネーターである。4名、または6名が横並びで出走し、上位2名、または3名が、次戦に進む、トーナメント形態で行われる。競技距離は500メートルから1キロメートルで、シングルトラック部分がないこと、180度を超える、コーナーはないこと、スタートとゴールは離されること、などが定められている。自然、もしくは、 人工の障害物をコース上に設置可能なことが特徴で、コース上に階段や人工的なドロップなどを設けることができる。2トル以内の周回コースで20から60分で競われる競技。2019年から m t b ワールドカップデザコのスタート順を決める予選として採用されている。設定当初はクロスカントリーショートサーキットと呼ばれていた。 主にスキー場に作られた下り主体のコースを一人ずつ走行し、タイムを競う競技。詳しくはダウンヒルを参照。かつては平行した2本のコースを用いたレースが行われていたが、観戦の面白さを出すためコース分けをなくした2人で行うデュアルに移行し、さらに2002年の世界選手権で4人で一斉にスタートする 4X が開催されるに至った。デュアルは勝者。 4X は上位2名が次戦に進むトーナメント形式で行われる。なお、コースはジャンプやバンクが至るところに設置された100から200メートルほどの下り斜面である。同じく下り斜面で高度なテクニックが要求される。ダウンヒルと共通し、BMX をバックグラウンドとした選手が多い。代表的なライダーとしては、ブライアン・ロープス、エリック・カーター。 セドリック・グラシアなどが挙げられる周回コースを一定時間で何周走行できるかを競う競技数名からなるチームで交代しながら走行するものも多い2014年までは日本国内で一般にエンデューロと呼ばれていたが別にエンデューロという競技が発生したため耐久を意味するエンデューランスに変更されているいくつかのつなぎ区間とタイム計測区間を走り タイム計測区間の合計タイムを競う競技。計測区間は基本的に下り、貴重だが上りを含んでも良いとされる。そのため、コース設定により得意とする、マウンテンバイクの種類やタイヤなどのパーツが変わるなど、趣味性の高い競技として人気がある。オリエンテリング競技の一つとして数えられることが多い。MTBO などと略される。地図をもとに指定された場所を通過する。 オリエンテリング競技をマウンテンバイクに乗りながら行うもので、ルートチョイスやナビゲーションの能力などが同時に問われる ABCDEUCI レギュラシオン。ありがとうございます。